2日にイランで開催されたアジアチャンピオンズリーグ ACL ニセパハンイランイスティクロルタジキスタンの試合で笛を吹いた日本人審判団が中東空域の空路閉鎖の影響を受け帰国が遅れていることが3日分かったイランがイスラエルに対して大規模なミサイル攻撃を実施しイスラエルも報復の可能性があるなど中東情勢が緊迫ロイターなどによると 中東地域を飛ぶ民間航空機の欠航や遅延が相次いでいる状況だ。同試合は、日本人の国際審判員の谷本漁師が出身、西橋磯氏と高木、高木、講師が副審を務めていた。日本サッカー協会、JFA によると、帰国便がキャンセルされ、帰国の予定が変更になったという。現地は混乱もなく、安全は確保されている状態だが、 アジアサッカー連盟などと密に連絡を取り、地元クラブのサポートも得ながら、4日の飛行機で帰国する調整を行っている。